こんにちは、コージーローズマリーのメアリーです。今日は茨城県の山の御前山を登っていこうと思います。綺麗な川や綺麗な並木道がありました。しばしここの景色をご堪能ください。この川にはちっちゃな可愛い魚が住んでおりました。この登山口から山に登っていきます。いざ入山です。はじめまして、メアリーです。山に入るとキノコが入っていました。これは食べられるかどうか謎です。見た目は美味しそうなんですけれども、山の植物です。食べない方がいいでしょう。綺麗な実がなっていました。この植物は何ていう名前なんでしょうか。ゆっくり登ります。地図を確認したので先に進みましょう。まっすぐの道が続いていきます。しばし休憩タイムです。虫が結構いました。テクテクと歩いていきます。本当に綺麗な登山日和でした。千と千尋のカマチーのモデルになった虫を発見しました。どんぐりです。メアリーが何かを発見して走っていっています。これは何でしょうか。大きな大きな木のコブです。もしかしたら何か虫の住処になっていたのかもしれませんね。もうすぐ頂上です。頂上に行ったらお昼が食べられます。テクテクと歩いていきましょう。金付き堂跡、ここが頂上です。見てください、この景色を。すごく雄大でとっても緑が広がっています。すごく綺麗です。あそこに飛んでいる鳥はカラスです。楽しいお昼の時間です。今日はニンニクたっぷりのカップラーメンを持ってきました。山で食べるカップラーメンは最高です。そしてこの景色と一緒に食べます。かっこいいカマキリを発見してしまいました。こっちを見ています。帰る途中に大きなキノコを発見してしまいました。なかなかの大きさです。これは食べられません。ご視聴いただきありがとうございました。これからもどうぞよろしくお願いいたします。